ようこそ手塚さんの全開チャンネルの何がしでございます。2022年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。動画配信がですね、本当に久しぶりになっておりますが、なんとか元気に生きております。今回はですね、新春のご挨拶を兼ねまして、2021年をちょっと振り返ってみる雑談動画と、なります。しょうもない動画になると思いますので、作品紹介を期待しておられた方はですね、こちらでご退席ください。さてですね、皆さんは2021年どんな年だったでしょうか。僕はですね、本当にもう激動の1年でありました。思い返せばですね、2021年の1月末にですね、トイレに入っておりましたら、お尻から血がこう出ましてですね、汚い話で申し訳ないんですが、ちょっと貧血になるぐらい放出してしまいまして、もうふらついて動けなくなったんですね。これはやばいぞと思いまして、すぐに病院に行きますと、そこでまあ緊急入院となりました。後でですね、先生によく来れたね、救急車呼べばよかったのになんて言われるほどね、状況的にはひどい状況だったんでありますが、実はこの時はですね、まだがんと診断されてはいなかったんですね。この緊急入院はですね、4日ほどで退院しまして、その時の病名は、緊急腸炎だったかちょっとな忘れましたけど、腸炎かなんかでですね、退院したんですね。でその時にせっかくなんで、まあ、検査もしておきましょうっていう流れになりまして、その時に、大腸に腫瘍が見つかったということなんですね。で大腸がんの発覚ということにつながるわけであります。その後ですね、3月末に入院することになりまして、連休前のですね、4月末頃に退院しましたので、約1ヶ月くらいですかね、入院生活を送るということになりました。このあたりからですね、もう完全に YouTube の動画配信が滞ってしまうわけでありますが、入院というのはですね、もう当たり前の話なんですが、まあ、めちゃくちゃ大変なんですよ本当にね。まあ、僕は大腸の手術だったんでありますが、まずですね、食事ができません。そして、お腹の中をですね、空っぽにしなきゃいけないんで、まあ、うんちを出し切るんですね。下剤を飲んで、ほんとすっからかになるまで、出し切ります。これがね、結構大変でしたね。それで、手術が終わりまして、終わってからでありますが、麻酔が効いてるうちはいいんですけれども、麻酔が切れるとですね、もう痛いんで、切れたら痛み止め打ちますんで遠慮なく言ってくださいねっていう風にね、看護師さんの方言ってくれるんですけれども、まあこう痛くなってくるわけですよ当然。でバンブザーでピューって呼ぶんですけど、6時間以内だと打てないって言われるんですね。痛み止めをどうやら乱発しちゃいけないらしくてですね、痛み止めを打ってから6時間、時間を空けなきゃいけないらしいんですね。もうこれがですね、めちゃくちゃ痛いんですよ。もうね、のた打ち曲がるぐらい痛いんです。もうめっちゃくちゃ痛いんですけど、遠慮なく言ってくださいねって言いましたやんってね、もうマジでこの時は思いましたね。まあそもそもね、我慢できないからこうブザーで呼んでるわけですから、用事がなければ呼びませんからね。でね、そうこういう時ってね、もう僕結構いろんなもうわけのわかんないことを考えちゃうんですけれども、痛いってどのぐらいの痛みのことなんかなとかね、このぐらいは当然我慢するレベルなのかなとか、ブザー押しすぎなんかなとかね、もうあらゆること考えちゃうわけですよ。だからね、もうここからはもう意味不明の我慢大会が始まっちゃうんですけど、こういう時って皆さんどうなんですかね。美容院でね、頭洗ってもらってる時の熱くないですかって言われて、あっちいけど大丈夫って言っちゃうぐらいのあの感じ分かりますかね。もうどのぐらいの痛みで看護師さん呼んでいいのかがもう分かんなくなってきちゃうんですよね。ですから、
時計を見てですね、あと2時間で痛み止め、打てるから我慢しようとかですね、もう生きる希望がですね痛み止めにすがるという、もはや何の修行なのか分かんなくなってくるっていう病院生活を送るわけであります。そしたらですね、今度は1日にね2回しか痛み止めを打つことができないとかって、まあ言われるわけでありますよ。夢と希望の痛み止めがですね1日に2発しか打てないというね、もう何のこっちゃさっぱり分かんなくなってくるんですよ。つまりはですね、12時間は苦痛の時間があるということになるわけで、この痛み止めをですね1日に2回しか打てないという痛み止めをどう効率よく使うかっていうことに今度は頭を悩ますわけですよね。寝ている時に使うのか、はたまた意識のある時に使った方がいいのか、まあ、めちゃくちゃ悩むわけであります。ぐっすり寝たいけど、だけど起きている時にね、痛いのも嫌だしどうしようかななんてね、この究極の選択をねずっと考えてるんですね。もうマジで一日中痛み止めのことをこう考えるっていう、もう本当ねもうアホですよ。でね、お腹のところに管が刺さっておりまして、そこがですねこう揺れると死ぬほど痛いんですよ、もうマジで。ですからこうベッドでねなるべく動かないようにじっとしているっていうのがまあベストで、ベストなんですけれども、まあそういうわけにはいかないじゃないですか。寝返りも打ちますし、まあ読書もしますしね、まあ、何よりトイレがですねもうめちゃくちゃ痛いんですよ。トイレはねリハビリを兼ねまして自分で立ち上がっていかなきゃいけないんですけれども、このねトイレに行く作業というのがもはや大冒険なんであります。たったこれだけのねトイレに行くという行為自体がもう本当ね旅行なんですよ。健康な時っていうのはですねもう全く意識していないんでありますが、この立ち上がったり歩いたりするっていう行為、行動、体を動かすという作業はですね、まあ、想像以上にお腹に力が入っちゃってるわけなんですが、このお腹に力を入れられないっていうことが、まあ、どれだけ辛いことなのかっていうね、何気なく体を動かすことができるということがいかに素晴らしいことの集合体なのかというのが、もう本当ねこの入院生活を送っていますと痛感させられますね。でね、トイレなんかね、まあ一日数回だから我慢できるでしょっていうふうに思うかもしれませんが、まあ常にね点滴がぶち込まれてるんで1時間に1回ぐらい行くんですね。つまり1時間に1回地獄の大冒険をしなきゃいけないというね、まあこれがねもうのたうち回るほどの痛みと恐怖が襲ってくるというね、そしてこの痛みをですね少しでも和らげるために痛み止めを打ちたいんですけど打てないというね、もうこの永遠の無限ループに苦しまれるということをですね、入院生活でやってましたね。それが最初の5日間ぐらい続きまして、やっと先生にですね明日管抜きましょうねって言われた時の希望の一言つったら、まあそりゃないですよね。ついに念願の煩わしい体の中から飛び出している管を抜く日が来るんだっていうね、もう待ちに待った待ち焦がれ散らかした日がこう宣告されるわけですよ。そりゃねこの時の感動つったらもう半端ないですよね。もうあと数時間我慢すればこの煩わしい管ともおさらばできると思ったらですね、もうがぜん勇気が湧いてくるんですよね。眠れない夜も我慢して痛みに耐えてついに管を抜く朝を迎えるわけであります。これはですねもうたまらない朝でしたね。もう忘れもしないですよ。もうね嬉しすぎてその日はですね朝日とともにカーテンを開けまして、もう差し込む光が猛烈に眩しい清々しい朝でありました。先生がですね朝この管を抜きにね部屋に来られるんですけれども、先生もお今日は明るいね天気がいいねなんて言ってね、もうご機嫌で入って
てましたからね。そしていよいよ管を抜くときにですね、こう傷口を見て、あ、もう一日ですねなんて軽く言うんですね。もうっていう、先生もう無理っす、痛いっす、もう今日なんとか抜いてもらえませんかみたいな、僕が死にそうな声ですがりつくんですけど、あと一日ちょっと頑張ろうねみたいにね、笑顔で言うわけでありますよ。もうどれだけこの日を楽しみに、していたかというね、にもかかわらずこう否定されるっていう、この分かりますかね、この絶望感。修学旅行でね、当日になって出発は明日ですなんて言われたら皆さんどうですか、もうへこみませんか。ドラクエ3の発売日に並んでですね、やっぱり、発売日は明日ですなんて言われたら、もうあの並んでたやつらの暴動を起こしますよね。僕もそんな感じでしたね。まあブータれたところでね、どうにもならないんですけれども、まあそれから24時間我慢しましてですね、もう死ぬほどの痛みに耐えた24時間はもう忘れもしないですよ、あの24時間はね。ちょっとこんなどうでもいい入院生活の話をねめちゃくちゃ喋ってしまいましたから、この調子だとねもう1時間ぐらいね止まんなくなっちゃうんで、まあこの話題やめますけれども、なんだかんだ言いましたけれども、もう医療従事者の方々にはねもう本当感謝しております。生まれて初めてですね、死というものに直面しましたし、死を考えるきっかけにもなりました。こんなこと言うとちょっと不謹慎なのかもしれませんけれども、ちょうど僕と同じぐらいの年齢で、僕と同じ大腸がんのねステージ2のリスクハイという同じ症状の方が偶然おられたんですけれども、その方は余命宣告されちゃったんですよね。そういうお話を聞きますとですね、僕もどうなっていたのか分かりませんし、あ、運が良かったんだな、生かされたんだなっていうふうにね素直に思います。ですからこうしてね YouTube で発信できること自体がすごい喜びを感じておりますし、周りの方からするとね、すごく普通で日常的なことでも、それらは決して当たり前のことではないというね、まあ、普通の当たり前のことにねこう気づかせてくれるという体験がね、やはり、非常にちょっと言葉にできませんけれども、貴重な経験になりましたね。退院以降はですね、あの抗がん剤治療をしておりまして、まあ、今でもあの継続してやっておるんですが、副作用の影響もありまして、まあ、なかなか更新ができず配信が滞ったりしておりまして、それでも、微増ではありますがチャンネル登録者数がねおかげさまで増えていっております。ありがとうございます。更新もほとんどできていないチャンネルをですね見ていただいて、本当にねこれはありがたいことであります。普通はですね放置しておくと再生数も登録者数も減っていくものなんですけれども、励ましのコメントも多くいただいておりまして、これもですね大変励みに、はい、なっております。本当にありがとうございます。あとコメントなんですけれども、僕ね何も触ってないんですけど、表示されなかったり削除される方がですねおられるみたいですね。YouTube 側の仕様なのかも分かりませんけれども、どうやらそのような事例が起きてるみたいですね。コメント欄に記載したコメントっていうのはですね、チャンネルの作成者にねメールが届く仕様になっておりまして、僕はそこでメールでねコメントチェックしているんですけれども、一部いただいたコメントがねあの YouTube 上では表示されないということもね、まあ、僕も見ましたし、まあ、なぜなんですかね、なぜこういうことがこういう現象が起きるのかちょっと分かりませんけれども、まあ、消えたりすることがあるみたいですね。どなたかこの症状というかね現象分かる方おられましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。そしていただいたコメントにはですねもう全て目を通させていただいております。すぐには返信というのがですね、できておりませんが、可能な限り返信もさせていただいております。本当ね、あの僕みたいな何者でもないものにですね多くの方々からコメントをいただきまして、助けられ支えられそして応援していただいていることに心より感謝を申し上げます。
何菓子という名前をつけた時もですね、何菓子というのは、何者でもないという意味がありますので、そういう思いでね名乗ることにしたんですね。ですから皆さんがそんな何者でもないやつを応援してくださるということにですね、すごく感謝しております。もちろんここまで多くの方に応援いただいているのはですね、手塚先生の作品があってこそですし、僕なんかねただ本当好きという衝動を散らかしているだけの輩でありますから、まあ自分から何かを生み出しているわけでもありませんし、本当に ね何もない、何も持っていない、ただのど素人であります。ですからビビたることではありますが、このチャンネルをね配信するにあたりまして、医療関係者そして教育関係機関にですね、ブラックジャック全巻を寄贈させていただいております。これはですね、手塚先生も生前から社会貢献活動されておられたという思いとですね、僕自身が入院によってですねお世話になった感謝も込めて、当チャンネルが勝手にやっている活動であります。これまで寄贈させていただいたところはですね、名前を明かさないでほしいというお声が結構ありますので、寄贈先は申し上げられませんが、これまでね数十件のご応募ありまして寄贈させていただきました。中にはですねお寺さんからのご依頼がありまして、ブッダ全巻もお願いできませんかというご依頼がありましてですね、こっちはブラックジャックって言ってんのになって思いながらもですね、お役に立てるのならということで、まあ、ブッダとブラックジャック全巻をですねもうダブルで寄贈させていただいたということもありました。こういうことをですね報告しますと、俺も俺もっていうね逆オレオレ詐欺みたいな、応募があっても困りますので、こういうことがありましたよという、報告とさせていただきます。あくまでもですねこういうのってというのは気持ちでありますからね、熱意といいますか愛情といいますか、そういうものがね感じられることが一番大事だと思うんですね。決してマニュアル通りではありませんけれども、まあ、ある程度のね線引きというのも必要でありますので、そこら辺はご理解いただきたいと思います。今回は少しの挨拶のつもりだったんですけれども、まあ久しぶりということでですね、こんなに喋ってしまいましてですね、しかも入院の雑談みたいな感じでね、長々とお話しさせていただきまして、話もとっちらかってきましたので、ここら辺でお開きとさせていただきますが、2022年もですねどうぞ手塚さんの全巻チャンネルよろしくお願いいたします。体調の方もですね徐々に回復しておりますので、昨年よりも更新頻度は増えてくるのではないかと思っております。ネタ切れなんじゃないのという声もですねあったんですけど、それに関してはもう 100% 1000% ないと断言させてください。むしろですねまだまだご紹介しきれない作品がもうてんこ盛りでありまして、本当にね早く皆さんにご紹介したいくらいなんですね。といってもですね、面白いもの先に、紹介しちゃうから、あとはマイナー作品ばっかりでね、もう紹介するもんもないんじゃないのなんていう声もね一部いただいたこともあるんですけどね、これに関してもですねもう舐めちゃいかんですよ。本当に手塚先生をねもう舐めちゃいかんっていう感じですね。まだアドルフに次ぐとかね、ヴァンパイア三つ目が通るなんかもご紹介しておりませんし、そうですね、海の鳥と七色インコミッドナイトなどもメジャー作品、まあ、どこがメジャーなのか分かりませんけど、ご紹介してないもの本当にねまだ多数ありますから、もう本当にね、もう舐めたらあかんよっていうような感じになってます。マイナー作品もですねご紹介したいですし、ランキングもやりたいですし、初心者用動画も作りたいし、とにかくですね手塚治虫という作家のですね凄まじさと、変態さをご紹介したいと思っております。ですからネタが枯れるなんていうことはねもうほんとね 1000% ありえないんでね、そこだけは、ちょっとご理解というかね周知いただきたいと思います。すべての漫画家作家を含めてですね、もうこんなにも逸話伝説作品数ネタが多いクリエイターっていうのはもういませんからね、むしろ一番ネタが尽きない作家でありますから、これからも、
楽しみにしていただければと思います。というわけで、日本人が世界に誇る、最高の日本人アーティスト手塚治虫の魅力を伝えてまいりますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。本年も皆様にとって良き1年になりますように。なにがしでした。